テレビでおなじみの指原莉乃さん、元 HKTAKB のね、が買いぐりになると言ってると、これを報告受けたので見てみました。そしたら本当に言ってますね。見てください、買いぐりになったらごめんと、うん、100日後に買いぐりになる指原莉乃は近いな。これ大変なことよ。288万人も彼女フォロワーいて、ね、カイグリーンを知らない人が多い中で、名前を出してくれてる。これはありがたいです。で、すごいのが、カイグリーンが反応してるんだよね、これに。で、カイグリーンってどういう人なんかっていうね、知らない人はこのコミュニティにはいないんですが、指原さんファンの人がもしかしたらいたら、いる、知らないと思うんで、この人です、カイグリーンって人は。うん。で、彼女は、こうなるらしいです。海軍になりたいじゃなくて、彼女はなると言ってるんで、今日真剣に考えるのは、なんで海軍じゃなきゃいけないのか。で、彼女は海軍になるって言ってるんで、海軍になった時に、この体になった時に、どういう人生が待ってるのか、指原さんにね。うん、それを考えまして、彼女女性でしょ、女性なんで、例えばホイットニー・ジョーンズに憧れる気持ちはわかるんですよ、うん、エリサ・ペシーニっていうビキニで出てる選手、まあ、去年の優勝者なんだけど、この人になりたい気持ちはすごくわかる。で、去年の優勝者、フィギュアの部門だとシドニーとかいるでしょ、シドニー・ギリオンもいるし、ウェメンズ・フィジークに行くとシャニック・グラント言いますよね。この気持ちはわかるんですよ、素晴らしい体だし。で、彼女はでもカイグリーンなんですよ、憧れの対象が。で、男のボディビルダーならいいのかってね、例えばなんだろうな、誰だろう、リー・ラブラーダーもいるし、ね、ポール・ディレットも、トニー・フリーメンもいるし、ね、ジャスティン・コンプトンもいるでしょ、じゃなくてカイグリーン。212パウンドに行ってもショーン・クラリダーもいるでしょ、彼は157センチなんで、ね、近いんですよ、指原さんと身長が。指原さんの身長は160センチらしいですね。で、クラシックフィジークだと、例えばアラシュ・ラーバーもいるし、ね、チェン・カンもいるでしょ。こうなりたいんじゃなくて、カイ・グリーンなんですよ。カイ・グリーンの体重は120キロ台あるんですよ、オンシーズンで、ね、ステージ上 で彼女はテレビに出るときにカイ・グリーンになると言ってるんで、彼女の体重は40キロ台らしくて、70キロ筋肉つけなきゃいけないんですよ。70キロのピュアな筋肉って、これ大変なことよ。身長は無視するとしてね、うん、カイ・グリーン44歳で、カイ・レスリー・グリーンってミドルネームがあるんだけど、で、メンズフィジークの体になりたいとかじゃないんですよ。メンズフィジークだと誰だろう、例えばカイロン・ホールデンもいるでしょ、ね、ライアン・テリーもいるでしょ。こういう人たちじゃなくてカイ・グリーンで、カイ・グリーンになった時、じゃあ例えばカイ・グリーンのどこに彼女は惹かれたのかっていうのを考えると、まあ、カイ・グリーンって、まあ、アーティストだったりするしね、で、俳優だったりもします。こういうエンターテインメント要素にもしかしたら惹かれたんじゃないかなって、ダンスもすごくうまいしね、じゃないんかなと思うんです。で、仮に指原さんがカイ・グリーンになりましたね、体が。こうなると、彼女を放っておかないんですよ、プロの世界が、フィットネス業界が彼女を放っておきませんで、彼女多分カイ・グリーンの体になったら女性プロボディービルダーになります。女性のボディービルってカテゴリーもあって、うん、多分、うん、今大きいのはウィメンズフィジークなんで、彼女がシャニークと戦うことになるだろうと。だけどシャニークよりはるかに大きいんだよね、うん、カイ・グリーンになった時に彼女が。そうするとね、無視はできないんですよ、彼女の存在を。そうなるとね、結構テレビとかで忙しい生活は送れないんじゃないかな。今カイ・グリーンになるって言ってるんで、まあ、彼女相当真剣に筋トレを始めてね、で、70キロのピュアな筋肉をつけていくっていうことなんで、うーわ楽しみだなって。で、もしね、国民誰もが知ってる指原さんがカイ・グリーンになった日には、もうフィットネス業界の爆上がりですよ。めっちゃありがたいし、すごく楽しみです。カイ・レスリー・グリーン、彼女がなる日も近いです。楽しみにしましょう。で、まあ、テレビに出た時に見る、指原さんも応援したいですね。もうすごいありがたい。こうやってね、カイ・グリーン名前出すんで、女性芸能人、すごいと思います。うん。でも、まあ、今までのはネタなんで、元ネタはこんな感じらしいです。はい。ってことで、ではまた。